19日のプロ野球、ロッテ日本ハム戦、ゾゾマリンの始球式にモデルで元 E‐Girls のメンバー佐藤晴美さんがセレモニーあるピッチを務めた。同じくモデルのモーガン・マーラさんが打席に立ち、球場を盛り上げた。ファンからは、スタイルレベチ、スタイルバグ、などと驚きの声が上がっていた。動画、幕張に173センチメートル美女登場。 スタイルレベチ、モデルってすごいと話題になったセレモニアルピッチの映像。夏の特別イベント、ブラックサマーウィーク、BSW として行われたこの試合。佐藤さんはブラックの特別ユニフォームをへそ出しスタイルでまとい、マウンドに立った。身長173センチの長身、デニムパンツの長い足を上げて投球すると、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。 モーガンさんは空振り、二人とも頭を下げてグラウンドを後にした。目撃した x 上のファンの間でも驚き及び、様々なコメントが集まっていた。ほんとスタイルレベチハルミ、足長、相変わらずのスタイルバグ、超スタイル良いモデルってすごい。幕張を盛り上げた二人は女性ファッション誌スイート、7月号で BSW イベント特集のモデルを務めた縁があった。